恥かかせちまってすみません。俺のランタンで一気にね。だるいっすけど。落ち着けライカネ。お前が怖いという言葉を知っているとはな。かつてこの葉と同盟を結ぶ儀式の際、クーデターを陸道仙人の宝具と呼ばれる5つの人具を操り、九尾のチャクラ、それを持っているとは知らなかった。仙人兄弟らしい。それ以後二人は九尾のチャクラを宿してしまった。宝具を自在に操れるという伝説が真実だとすれば、九尾のチャクラを宿した化け物のような輩以外にはな。わしが怖いと思うのは、そんな奴を相手にせねばならん。大先輩への口の聞き方が気に入らないな。寒いさ、熱いないわ。ああ、いつになくクールな姉ちゃんが。書物にあった、あれが金閣銀閣兄弟の任務。言霊を切って呪う七聖剣。言霊を録音し、人を封じる紅久、全ての性質を巻き起こせる芭蕉扇。お龍火炎切り。行々しい任務みてえだが。どいつもこいつもよくしゃべる。いいね。熱い人だけで俺の熱い攻撃をかわせると思ったか。なかなか熱いパンチだぜ。包帯だ金閣。了解金閣。金閣のおっさんはなかなか熱いパンチだったぜ。ブワーなんだ。録音しろ、ベニサマー。どういうことだ。あの氷炭の中へ吸い込まれて封印されてしまう。一番多く口にした言葉がタブーだと。イルマキー、アツイ。ベラベラ喋っているとこうなる。言葉なんてのは嘘で、ひ動けば女は殺す。これは嘘じゃねえぞ。レイザーサーカス。腕がもう再生されてやがる。俺の NG ワードは大体想像できる。だるいだ。それを口にしなければ、一定時間黙っていても吸い込まれてしまう。雄弁は金ってこともある。騙してなんぼの弁舌だ。忍びの世では騙し合い裏切りも立派な戦術。護衛役に選ばれていながら、ボスの左腕をこれと、どうせなら C も入れて3つってのはどうすか。俺はボスの右腕だ。類似品じゃねえ。なるほど。右腕だ、類似品じゃねえ。右腕だ、類似品じゃ。いっぱいに連合の部隊長をやってもらいたい。わしの右腕としてな。すみません、みんな。俺は意外と謙虚なやつだったってことか。すみません、みんな。すみません、寒いさ。熱い。呪え、抜ける。こっちがくたばりそうだぜ。なぜならわしは右腕を二つ持っておるからな。ここの中の誠を伝える大切なもんになる。喧嘩か。寒いさん、熱い、あんたたちのおかげだ。後で必ず助け出す。よくも
おいおい、これじゃまるで、まるで九尾の人中力じゃないか。あなたか。気をそらすな。なんだ今の感覚。キュービから出てきた時ああなったらしい。増援はまだか。行けまぶい、準備に取り掛かれ。二人はキュービの腹の肉を食って生きながらえていたそうだ。人中力にはなれず息絶えたらしい。ついてこい。だが奴の左腕にあるその縄はキュービの衣で見えねえし、金閣からこいつだけは奪ってやった。しかし奴らの任務だったなら対処方法も分かっているはずだ。受け取れダルイ。来たのはいいが、こいつのルールは金閣も知ってる。アトム班、離せ。ドドンホク、ダブルクロパンサー。資格、この術は長くは持たないぞ。本部の資格だ、聞いてくれ。待ってたっすよ。正直厳しい。この葉のイノシカ町フォーメーションで金閣を撃つ。あいつらが来るだと。こりゃまだ倒れるわけにはいかんな。今から話すことをよく聞け。過去の伝説には尾ひれがついてるもんだ。自信を持て。遅くなってごめん。あいつが。おいおい、俺たちなんかすげえ期待されてねえか。気合い入れていくわよ。はあ、分かってるよ。うん、この三下どうやるか。こんなもんすぐに解いてやる。ナイスタイミングだ、イノ。待て、イノ。同じ金でも、あんたのは偽物だったようっすね。イノ。ビビってた割にはやるわね、長次。って、あともう一つの任務、芭蕉扇はどこだ。お前がここにいるということは被弾を止めたのだな。飛車もなく金銀取られて防戦一方とはな。さてそろそろ角成りと行くか。そいつらはどんな奴か気にならないか。大島先生。